遅い。女の子を待たせるものじゃないわよ。キャプテン、また誰かのトラブルに巻き込まれてたんじゃないの？私たちのことになるといつも無理しすぎるんだから。優しいのもいいけど、それだけじゃダメよ。無理しすぎて倒れたら大変じゃない。だから、おはん！これでも食べて、一休みして。何って、その、チョコよ、チョコ！別に、バレンタインデーだからとか、そういうの関係ないんだからね。キャプテンが倒れたらみんなが困るからあげただけ。早くしまってよ。恥ずかしいじゃない。一応、高速違反にもなるし。それで、誰にもらったチョコが一番だったの？一応気になるのよ。言っとくけど、義理だからね。本命なんかじゃ断じてないんだからね。チョコを持ってたってことは内緒よ。生徒会長なのに高速違反は格好がつかないでしょ。チョコは私も好きよ。糖分は脳のエネルギーだもの。ちゃんとみんなにはお返しするのよ。もしあれなら選ぶの手伝ってあげるから。何？あのチョコ気に入ったの？なら来年も作ってあげてもいいわよ。